夢かなチャンネル。最短最速で叶えていくためにのヒントやアドバイスをお伝えしております。本日始まりました、湘南茅ヶ崎市で、エステサロンとあとヒーリング、皆様が幸せになるようなリーディング霊視鑑定などをしております、ヒーリングビューティーあさこと湘南茅ヶ崎をメインに、ジュエリーのデザイン販売をしているグッドウェブ代表のリオです。よろしくお願いします。はい、では本日ですね、3月21日、春分の日ですか、一粒万倍日と、天赦日、虎の日が重なる、今日はスピリチュアルな界隈とかではすごい有名な最強開運日と言われていて、宇宙元旦の日っていうふうに言われています。で、宇宙元旦とは何かっていうと、どういう宇宙元旦ってみんななんかすごいね。もうなんかスピリチュアル業界ではもう宇宙元旦って言ってますよね、皆さん。なんかお正月みたい感じ。そんな感じですよね。なんかまあエネルギーがリセットされる新たな始まりみたいな感じで言われてるみたいなんですけど、今日なんか、まあ、お正月みたいな感じで切り替わりっていうことなんで、何かをスタートさせたりとか、開業、あと口座の開設とか、あと財布の新調とか。するといいっていう風に言われてる日なんですね。特に一粒万倍日。はい、一粒万倍日ね。まあ一粒のもみがね万倍になってっていうので。あとそうだね、なんだっけ開店祝いとか。開店祝い。今日多いもんね。だから多いね。今日開店されるところとかもすごくやっぱいい日っていうのですごく多くて、でうちのお客さんもまあうちブライダルリングを作ってるんですけど今日ご入籍された人もすごく多かったです。そうだね。そういえばそうだ。今日私も講座の生徒さんとかも今日申し込む人が多かった。そうですか。みんなスタートさせる日だからだよね。みんななんか気をつけてるんだね。ね。やっぱ皆さん気にされてると意外とね。なんか最近そういうのが当たり前になってきてますよね。ですね。そうでなんだっけ今日。そのエネルギーが大きく動く日らしくって、だから今日やることはずっと続くとか、もうずっと続くっていうかいい風に流れていくとか、例えばですけど口座開設したらどんどんお金入ってくるみたいな。そうだね。お財布もね、そうだね。どんどんお金がどんどん入ってくるみたいなね。春財布というかね、言うじゃないですか。まあ今春なんで、春にかけてパンパンに春財布っていうのでお財布をこう新調される方が多かったりもするみたいなんですよね。で今日まあもちろん明日もお正月気分が三が日のみたいな感じでやるといいことっていうのが一応ありまして、皆さん聞いてくださってる方にお伝えしたいと思います。一つ目が1年で達成したい目標を書く紙とかに書いて、例えばですけどまあ何ですか？何書いた？なんか書いた。僕まだ書いてなくて、今日帰ったら書こうと思って。私もなのよ。ゆっくりね、ゆっくり。そう今日のあれだよね。12時までっていうかさ、夜中まで書かなきゃね。そう。でもまあ何個でもいいんですよね。別に。そう何個でもいい。そうもういっぱい書いちゃおうよ。そうですね。10個ぐらいこうわーっていっぱい書いて全部叶えてやろうみたいな。もうすごいすぐ叶いそうだね。そうですね。で開運アクション。2つ目、大掃除、断捨離をする。はい、よくあるよね、これね。これやっぱ古いものというか、ね、使わなくなったものとか、貯めておくと良くないらしいんですよ。古いエネルギーがそう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 宿っちゃうからね。あ、そうだ、あと今思い出した、なんかね、お正月とかもよく言われるんだけど、まあ今日本当お正月だもんね、宇宙元旦だからあれだけど、あれなんだっけな、下着とかも新調したらいいって言われてた。そういえばどういうふうによくなるんですかね。なんだろう、よくお正月の大晦日とかその元旦にも、なんか昔からやっぱなんか新しいものを身につけるっていうので、結局なんか肌着って下着って直接肌に触れる一枚洋服よりも、でそれでなんだろう、新しくうちの実家とかでもね、よくそうなんか元旦にこれ着なさいみたいな感じで、母親がもう全部そういえばそうだった。だから今日ね、新しいものを捨てて、古いものを捨てて新しいものを変えましょうっていうのですね。新しいのを使い始めるときなんか気分いいじゃないですか。結構気持ちいいというか、なんでまあそれでその心地よさがこうまあいいことにつながっていくよみたいなのももちろんあると思うので、でまあ別に今日じゃなくても。もう夜なので、明日とかでも全然大丈夫だと思うので、ぜひお時間ある方はやってみてください。やってみてください。はい。はい。で、本日のトークテーマなんですけども、今日の最強開運日に皆さんが決めて願いを早く叶えるために、やるといいこと、やらない方がいいことっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい。ね、今日のテーマいいね。いいですよね。今日のテーマは本当いい。まあ始まりなんで。ね、そうだね。で目標を書きましょうみたいな感じで今言ったんで、それまあ書いただけじゃね。そうだね。書いて終わりだったらね。ちょっとまあそれでも叶う人もいるのかもしれないけど、でもね早く叶えたいからね。そうですね。なんでまあそれが早く叶うためにじゃあどうしていったらいいかっていうのをお話しさせていただきたいと思います。はい。で一つ目です。はい。一つ目。はい。決めてそれを人に言う。はい。これどういうことでしょう。決めて人に言うっていうか、なんだろう、こうただやっぱり決めることが大事。まあ今日の書くことでもそうなんだけども、ただ書くよりもなんかね、人に私こうしたいんだとかこうするんだみたいのを言った方が、これは私の経験上もそうなんだけども、叶うのもそうだし、例えば私こうするんだって言ったら相手はなんかそういうふうに見るじゃん。そうですね、こういうことをやりたいんだとかやる人なんだってね、そう見るよね。そうそうそう。でやっぱり本当なんか言うのが本当早いなと思って、書くのももちろんそうだし、書いたら人にどんどん言う。本当それってなんだろう、早く叶えやすいポイントでもあるかなっていう感じですね。ちょっとでもやっぱ恥ずかしいみたいなのもあるじゃないですか。こんな夢。そうだよね。それはまあ言えないけど、それはもう自分になんだろう、こう声に出して言うとか、自分がどんどん聞くんで、私は独り言みたいな感じですか。私は例えばだけども、なんだろう、私はこうだみたいな感じ、私はこういう人だみたいな感じ。そうなんていうのかな。もし叶えたいことがあったらね、例えば何、例えばもし恋愛で言う恋愛だと私にはもう素敵な彼がいるって、素敵な人と付き合ってるとか、もう本当細かく言うとね、こういう人だああいう人だってもうこと細かくやっぱ書いた方が叶えやすいんだよね。もう細かく理想の人細かく、これこの間も言ったっけ、なんかこと細かく言ったかもしれないかこと細かく、そうですね、理想は別に高く持つ分なら全然いいんだもん。いいですもんね。だから書いて、それを私にはこんな素敵な彼がいる、私はね、なんかそれ言ったね。なんかそうそう、それをなんか言う。そう。それが一つ目です。一つ目。はい。で二つ目、イメージする、ワクワクする。これは一体どういう？イメージ、例えば書いてそれだけで何もしなかったらあれだし、イメージっていうのもなんかそれをなんていうの、こう叶ったらいいなのイメージじゃなくって、もう決めて人に言うとか書いたらもう絶対叶うんで、もう絶対叶うのね。だから叶うので、もう叶ったらどうするかっていうこと、叶うまでのはよくって、叶ったら何どうしてるかな、はい、みたいな感じ。ああ、なるほど。うん、例えばもしお金をこんくらいもういくら持ったと、はい、お給料がアップしたと、うん、うん、なんだかわかんないけどお金がどんどん入ってきちゃって、うん、お給料でもいいや、入ってきたと、うん、でそしたらそれのお金が入ってくるようなとかってイメージじゃなくって、それ持ったらもう何買ってるか、もう買うものをイメージしちゃう。なるほど。もう何かを、だってもうお金絶対入ってくるんだもん、うん、うん、絶対叶うんだもん。そしたらね、例えばもし30万、はい、何買うってもう自分の中で決めちゃう、うん、じゃあこれ買ってとか、うん、もし持っている体で、そう持っている体で、うん、そうそうそう、もう買うつもりで見に行く。でもそれって結構ワクワクしますよね、実際に。そうなの、そうなの。宝くじ当たったら何するみたいな話と一緒ですよね。それ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 。100万円あったらって何買おうとかって思うじゃん。うん、結構楽しいですよね。楽しい。なんか楽しいよね、あれはね。無駄なものというか。別に今必要ないものだけど、うん、なんか買っちゃったりとか、うん、例えば、まあ、ちょっと高い時計を買うとかっていうのも、100万円があったらポンと買えるよねっていう話で盛り上がるじゃないですか。それっていいことなんですね。それいいことだから、それをワクワクする、うん、でもだからその何もうもう絶対叶うんで、はい、叶った先のことをもう考えてイメージする。だって叶う、絶対叶うんだもんって思ったら、こうしてああしてああしてとかってね、思うじゃん。それは確かにワクワクしますね。ワクワクする、うん、そうワクワクするのよ。このワクワクが大事。なるほど。でもなんか僕もよくテレビとかで聞いたりするのが、脳を騙すっていうので、レモンの想像して梅干しとか想像すると、食べてなくても唾液がこういっぱい出てきちゃうっていう。だから想像でだって体反応しちゃうんですよね。そうなの。だっていうことはイメージできてるじゃん。はい。それって。そうだから。そうなのよ。想像だけで実際にね、体ってどうにでも反応なる、反応するんだなっていうのは結構脳科学的なのでも言われてることですよね。はい。だから結構スピリチュアル的な要素強めと思いきや、そういう科学というか、今はね、そう科学とか脳とか脳科学とか量子力学とかね、そっちの方でね、そうですよね。そうそうそう。なんか当たり前になってるんで、はい、そうですね。そう。ワクワクは大事。ワクワクが大事。はい。はい。で、3つ目ですね。タイムラグがあっても焦らない。そう。これはどういうことですかね。思ったからといって、書いてイメージしてワクワクしたからといってすぐ叶うわけじゃないでしょう。ね。人それぞれなんだけども、そのタイムラグっていうか、結局タイムラグがあって叶うんだけど、必ず叶うんだけども、叶わないからといってもなんでとかって焦らないこと、焦るってことはワクワクなんてしてないじゃん。確かに焦るってなんかダメじゃん。ダメっていうか、なんだろう、こう、そうですね、いいか悪いかってなったらよくはないですよね。よくないね。結構焦ってる時って何でもそうですけど、失敗しやすかったりしますよね。そうそうそう、そうなのよ。だからもう絶対焦らない。だってもう絶対叶うんだよって思ったら、なんで焦んのって感じじゃん。まあそうですね。そう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 。そうなのよ。よくあさこさんがこう言ってくれることがありまして、僕もそれで結構救われたというか、そういうことがあるんですけど、まあそういう願ったら、まあ願うっていうのはまあ注文と一緒だよって。そうそうそう。例えばなんだけど。カフェとかさ、はい、まあ居酒屋でもいいや、ね、なんか行きましたすいませんってね、パスタ食べたかったらさ、はい、なんていうの、パスタくださいって、注文するじゃん。だから絶対パスタ来るじゃん。はい、来ないってないじゃん。そうですね。そうあんまりないですよね。ないじゃん。めったにないですよね。そうね、めったにとかあったら大変じゃん。まああったらまあその店員さんのミスでね。店員さんのミスね。でもなんかすいませんってオーダーするじゃん。しますね。てか結局これオーダーなんだよね。オーダーしたら絶対来る。絶対来る。ね。それと同じで夢をオーダーしたら来るけど、でも例えば「すいませんパスタください」とかってすぐピョンっては来ないじゃん、うん、それで作ってるしさ、で作ってるね、作っててで時間経ったら来るじゃん、うん、それがタイムラグじゃんね、はい、これで言う。そうですね。そうで、その間何してるのってなったら何、お友達とさこうやってお話ししながら待ってるじゃん、うん、え美味しいのかなとかさ、うんうんうん、どんな味だろうとかさ、ね、待ってるじゃんね。確かに。そうなんかそんな感じ、うんうん、よくまあそうですね、うん、その一回オーダーしたら、うん、もう何度も何度もいいからっていう神様っていうかね。そうそう、だって例えばさその何店員さんにパスタお願いしますって言って「あすいませんできてますか?」とか「どうですか?」とか「まだですかまだですか?」ってなったらもう「なんで?」って嫌な客ですよね。嫌な客、うん、っていうか信じたらって感じじゃん。だってオーダーしたんでそれ知ってるよって、うん、ね。そう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 。だからそれって店員さんにやったら多分すごい嫌な客になっちゃうと思うんですよ。嫌な客だよ。でもそれってね、まだですかまだですかってそうそうそう。それを願いを願って叶わない全然叶わない叶わないじゃまだ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 っていうのは一緒のことだと思うんですよ。そう一緒のこと本当一緒のことそう。オーダーしたらもう絶対、うん、お願いしたら絶対だから何そのカフェでパスタ頼むのと、うん、何その願いを、うん、オーダーするのって同じだって言われてるのね。もうそうなんですね。そうだからちっちゃいもんでも大きいもんでも同じなんだって。あ、なるほど。うん、そう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 。だからまあ、うん、ちっちゃいものは比較的こう早く来るってことですよね。でも、うん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 、それこそパスタとかは、うんまあ、そうそうっていうのは多分それ自分が信じてるからだよね。あ、なるほどね。だってパスタって言ってさ。来ないことないからないですね。それとだからなんかあれかもしれないね。なんか願いをさ思ったら、うん、あパスタと一緒って思ってほしいかもね。私は今店員さんにお願いしたんだって、うん、ね。そうそう、まあ、そんなねまだかなまだかなって気にしながら過ごさないじゃないですか。そう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 。それと同じようにねそう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 。美味しかったらいいなとかなんかうん。ねうん、楽しみに待ってることの方がそう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 、ね、多分、うん、早く叶いやすい叶いやすいね。だってワクワクしてるから、うん、だってさその例えば店員さんとかにもすっごいさあ楽しみだってこうニコ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 してたらなんていうのあなんか早く出してあげたいなって思うかもしれないじゃん。それはあるかもしれないですね。ねなんかね確かに確かにもうなんかすごいこの人いいからなんかジュースつけてあげようかな。はいはいはいあるかもしれない、ね。おまけ来るかもしれないよね。そのね宇宙からね。そうですね本当にでも本当にそうですよね人の気持ちとかとも一緒で、うん、一緒だ本当一緒なのよね。やっぱ気分よくいるお客さんってすごいいいお客さんじゃないですか。うん、そう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 。ねなうん、来るたびに「ありがとうございます」とかってよくやってる人の方が、うんはい、店員さんもなんか、うん、あこの人にちょっとよくしてあげたいな、うん、接客よくしてあげたいなっていうふうに、うん、多分思うと思うんですけど、うん、これ願いも多分同じだと思います、うん、だからよくさこのくらいのなんか自分はなんていうのこんくらいの夢をお願いしたとかねあるのに、うん、もっとすごいミラクルなことが起きるって多分そのことだよね。うん、そうですね。ねだと思った今、うんうん、もっといいことが来たりっていうのもありますもんね。うん、ある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 そうだからまあ、うん、神社とかでね神様とかにお願いした人とかは、うん、まあなんか、うん、楽しい気持ちというか、うんうん、いい気持ちで過ごしてると、うん、もしかしたら早く神様がそう与えてくれるかもしれないですね。本当そう、うん、そうだねそう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 でうん、4つ目ですね、うん、アクションを起こす、うん、そうでこのアクションはさっき言ったその何カフェのまたカフェなんだけど、はい、例えばイメージしたなんか書いてイメージして、うん、で何もしなかったら、うん、心の中でその店員さんにパスタって心の中で思ってるのと一緒じゃん。はいはいああなるほどね。ね心の中で何も言わないの黙っててさ伝われってパスタでも絶対それ無理じゃん。無理ですね。うん何もしなかったらまあ結局なんかねあれだよね家でまあ紙に書いたとしても、うん、何にもしなかったら、うん、叶わないよね。そうですね。うんイメージだけでまあ叶うってあるけどでも。ね、なかなかそれってね、うん、やっぱなんか難しいですよね。難しいと思う。うんうん、そうそうそう。うん、ね、うん、外に出るとかっていうのをじゃあ、まあ、今の時代は、まあ、その異性と出会うのにマッチングアプリとかはありますけども、でも結局マッチングしたらそれもアクションだよね。まあまあそうですね。でもマッチングするだけで満足してたら何もなんないじゃないですか。そう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 。まず会いますよね、マッチングアプリにしても。だから外に出るっていう行動をしてますよね。それって行動だよね。そうそうそう。そこでまあそのマッチングアプリの話になると、まあいい人がそのね、アプリ上にいましたで、マッチングしたけどね、なんか分かんないじゃないですか。分かんないね。合わないと。はいはい。そう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 。なんかタイプじゃないけどからいいやとかだったら、まあいつまでもね、何もないですし、とりあえずちょっと会ってみようかなとかで外出て行ってみたら、なんか写真より全然かっこいいじゃんとか、かわいいじゃんとか、めちゃくちゃいい人じゃんみたいなのって結構あると思うんですよ。そうだね。その一歩。何でもそうなんだよね。一歩だね。やっぱ本当なんか動くことって大事だよね。大事ですね。そうそう、その動くこともなんかこうワクワクしてたら、なんかこうポンってなんか直感とかも働きやすくなるってよく言うんで、そう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 。だからね、その通り動いてたら、そうだいたい OK なんだよね。運動もね。そうそう、運動ね。運動。そうそうそう、運動もいいよね。いいですよね。そうそう、動くっていう。前も言ったかもしれないですけど、運動っていう字は運を動かす。そうそう、運を動かす。っていう字なので、本当に運動するといい。そうなのよ。でも本当そう。運動してもう本当運を動かすだからね。もちろん体にもいいんですけど。いいんだけど、本当ね、本当。運気アップするよね。それが本当そう思うんだ。思います思います。やっぱりいろんなもの滞っちゃうんですよ。多分動かないと。そう、エネルギーが滞るから全部が滞っちゃうから、そうそうそう。その循環がね良くなるっていうのでも、やっぱ運動っていうのは本当に体のためにも心のためにももう全部いいんで。そうだね。ぜひ。これもまあアクションの一つ。アクションの一つだね。そう、これはいいアクションだと思うな。まあこの運動で言えば、それこそまあ例えばですけど、まあちょっと自分に自信がない人がいました。で、ちょっとジムに通ったらすごい痩せてスタイル良くなりましたっていうのは、まあでもね、それで恋人ができたっていうのがもしあったら、それは運動をしたっていうアクションを起こしたおかげですよね。あとはもう本当自分に自信もつくんで、なんか達成感だね。達成感があるし、てかあとなんだっけ、筋肉って嘘つかないっていうじゃん。筋肉は嘘つかない。筋肉とまあペットとかね、嘘つかないので、本当に。でも本当そうだ、自分に手をかけた。確かにそう。お肌もそうだもん。お肌もちゃんとこうやってたら嘘つかないもんね。だから本当そうだよね。嘘つかないね。なんかちょっと余談だけど、でも本当そうだね。そうですね。アクションだね。大事なアクション。はい。一つ目が決めてそれを人に言う。二つ目がイメージする。ワクワクする。で3つ目が、タイムラグがあっても焦らない。4つ目がアクションを起こす。これがやるといいことですね。はい。じゃあ次に、やらない方がいいことを、言っていきます。はい。で、1つ目がですね、執着しすぎない。執着しすぎない。そう、よくなんだろうね、執着しちゃって、叶うの、なんなのってさ、なんか思う人って結構いると思うのね。思っちゃいますよね。そうそう。結構ね、執着するよね。しちゃいますよね。人なんで。人だからするよね。そう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 。これなんで良くないんですかね。でも執着するってことはやっぱ自分信じてないよね。さっき言ったなんか絶対叶うのに、なんていうのかな、どうせ叶わないのかなって思ってるから、執着っていう形になっちゃうと思うんだよね。確かにね。そう。これは本当に何事にも多分言えると思うんですよ。そうだね。そう。執着って、まあ、お金もそうだと思うんですよ。お金も執着しすぎると逆に遠ざかっちゃうんですよね。遠ざかるもん。すべてそうだよね。恋愛もそうですよね。そう、すべて執着はそう。執着ってなんか。あんまなんかね、いい、あれがないよね。まあ、言葉もなんかやだね。執着ってね。そうですね。なんかね、まあ、執着、そうですね。なんか言ったら結構重たいものだと思うんですよ。そうそう。だね、波動的にもね。はい。まあそれこそ人をまあ恨むとか妬むとかっていうのと同じぐらい重たいものだと思うんですね。そう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 。まあなんか重たいとね、やっぱ叶いづらいです。そう。叶えづらい。さっきね、ワクワクって軽いじゃん。軽いですね。ふわふわっとしてるじゃないですか。ふわふわって感じ。そう。ワクワクしてると。そう。でもなんかこう執着とかなんかだとドンドンドンってなんか、そう。なんか体がね重くなる感じですし、これでも確かに良くないことですね。そうですね。はい。で2つ目、人を傷つける、蹴落とす。これはもうやっちゃいけないよね。これは当然なことですよね。絶対自分に返ってくるからね。うん。すべて。まあ人を傷つけてまで叶うのは叶うと思うんだよ。人傷つけてやろうと思えばいろんなこと、人を踏み台にしてとかもできると思うの。でもさ、絶対それで自分に返ってくるし。返ってきますね。ね、ダメよね。それやっちゃいけないよね。まあ。人を傷つけて、そうですね、傷つけてまでやることなのかというのはあります。そう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 、そうだね。まあなんかね、競争するのはいいと思うんですよ。人と確かに張り合うというか、張り合うとかね、頑張ってね、それはね、切磋琢磨というか、そういうのはいいと思うんですよ。それはいいと思う。なんか人をそこで踏み台にしてまで自分が上に行こうっていうのは、絶対これ人としてはもちろんダメなことなんですけど、スピリチュアルでいうところの波動が重い。波動が重いでさ、なんていうか一瞬かなってなんかいい感じになったと思ってるだけであって、そのまんま帰ってくるのって本当もっとこうなんていうのかな、こう倍になって帰ってくるんですよね。倍になって帰ってくるから、そう。まあ、因果応報っていう言葉があるじゃないですか。あれって結構悪いイメージで言われることもあるんですけど、これいいことも悪いことも両方返ってくるって言われてるんですね。やったことは必ず返ってくる。罰が当たるとかって言うじゃないですか。ね、昔の人が考えた言葉で、本当にそうで、そうですね。この人を傷つける、例えばですけど、まあ。嘘をついてね、なんか騙してとかね、そう必ずそれって本当因果応報本当返ってくるね。そうですね。体感で言うと、体感っていうか体感で言うと5倍から10倍ぐらいになって返ってくると思うんですよね。結構10倍くらいで返ってくる。そうですよね。そう、返ってこないよ。逆にいいことをしても10倍で返ってこないんですよ。そう、これ何なんだろうね。そう、いいことをしてもまあちょっといいことが返ってくるぐらいなんですけど、悪いことするとすごい大きくなって返ってきちゃうんですよね。だからそのね、なんていうのかな、重いものっていうか、重いもの、重い波動っていうかね、それって本当に。これ結構怖いのよ。怖いですよね。だから結構気をつけないといけないって思います。皆さんも結構こうしたからこういうことが起こったんだっていうのあるよね。ありますよね。絶対あるよね。あるよ。人だもんね。絶対あると思うんですよ。そうでもそれ本当にそうだと思います。だからなるべく人にもいいことをね、別にそんな慈善活動しろとは言わないですけども、まあなんかちょっと道端に目の前に落ちてるゴミがあったら拾うとか、でも本当そっからだよね。1個でいいんですよ。本当にちっちゃなことからやるだけで本当にいいことがたくさん回ってくると思うんですよね。一つなんかこう一個大きいことドーンってこうやんなくても。ちょっとずつってやったら増えてくるじゃん。1個のがさ、例えば10だとすると、数字で10だとすると、ちっちゃなこと20やった方がよくない？そうですね。確かにね、ちょっとずつのそれって大事だよね。そうで、まあ因果応報で言うと、僕今日も朝湘南のビーチでビーチクリーンっていうのを毎月やってるんですね。まあ、僕サーフィンとかもやるので、結構ガラスとか落ちてるとすごい危ないんで、自分のためにもまあ、あとは他に使う人のためにも、うんうん、仲間と協力して、はい、ゴミを拾ったりしてるんですよ、うん、ガラスとか。うん、で僕の中のジンクスがありまして、うん、確かにあるね、はい、ビーチクリーンをしたあとは絶対に大きいオーダーが入ります。そうねえ、はい、ねえ、そうなんですよ。だよね。ジュエリーがすごい売れるんですよ。うん、でも本当でもそれってなんだろう、こうジンクスっていうか。本当自然にそうなってるよね。まあまあそうですね。いいことはしてるんで、僕。そうそうそう。自分のためでもあるんですけど、人のためにもやってるんで。そうなのよ。人のためにやることって本当大きく返ってくる。そうですね。あと本当に規模が、もう一応海は地球だから、地球環境に対していいことっていうのもやってるので、本当にいいことが1日2日以内ぐらいには絶対来るんですよね。これ毎回そうなんですよ。で、これを僕が信じてるから叶うっていうのももちろんあると思います。やってるから絶対いいこと来るんだっていうふうに思い込んでるから来るっていうのももちろんあると思うんですよ。両方だよね。思い込みは絶対大事で、絶対 100% そこは大事で、でもやってることってすごいいいことじゃん。そうだからそれもそうですね。だから別にそんなねビーチクリーンをしろなんて言わないですけども、ちっちゃなことからね。なんか困ってる人がいたらちょっと助けてあげてくれるとかね、そうやるだけで本当に人生変わってくると思うので、そう思います。はい。で次ですね、やってはいけないこと、自分を信じないこと。そうそうだね。さっきのほらなんていうの、例えば絶対なんていうのかな、自分はこれ無理、なんか無理でしょって思いながら、夢を語ったりとか、夢を叶わないんだって思ってるって、自分が自分を一番信じなきゃいけないのに、うん、そうあとはもうさっきのほらりょうくんじゃないけど、これやったらこうって思ってるのって、うん、なんかそれも信じることじゃん、うん、そうですね。信じてることってほとんど叶うから、うん、そしたらなんか自分本当なんかそれでなんか大丈夫なのかな大丈夫なのかなって、本当そこってやっぱ一番やってはいけないことを、信じないのはね。そうなんか、これまあ結構、皆さん人ってみんなそうだと思うんですけど、まあネガティブに考えがちじゃないですか。そうなんだよね。そう8割方そうですよね、ネガティブに考える人がっていう、2割はプラスだけど8割はねネガティブって、どうせ自分なんてとかっていう自分を卑下する表現をする人って結構多いんですけど、逆になんか日本人得意なのかわかんないですけど、あんま自信過剰みたいな人は叩かれるみたいな、そういうのもありますけどね。それをちょっと気にしてちょっと自分を卑下してるっていう部分ももちろんあるとは思うんですけど、でも今考えてみてほしいんですけど、まあそれこそ今ね WBC 今日ねすごいよね。そうね、明日決勝になるんですけど、まあああいうスポーツ選手たちって自分なんかなんて言う人いないですよね。いないね。そう自分逆だよね。自分はみたいな感じで自分なんかって言う人、そう絶対点決めますみたいな、絶対勝ちますっていう。ふうに言うじゃないですか。そうもう 100% 自分信じてるもん。そうですよね。そうなんかいや自分なんてっていう、そう謙虚にね、そんな人見たことないですよ。僕は見たことない。そうだからやっぱ自分を信じてるんで、もちろんそれに見合う努力とかもたくさん練習もしてきてるからだと思うんですけども、自分を信じてるんでやっぱ実力発揮できるんですよ。そうあとだから自分を信じてると周りも今度応援したくなるんだよね。あれってね、自分なんて全然打てないんでとかって出んなよみたいなふうになりますよね。そうほんとそう。だからやっぱ自信過剰は良くないです、もちろん。過信、自信と過信は違うので、そうですね。でもまあね、自信を持った発言とか行動とかをすると応援してくれる人が本当に現れます。そういるのよ、現れるのよ本当に。そういう人がいるとよりね力も発揮できますし、いろいろ叶いやすくなると。そうなんだよね。まあ結局さっきのね一番最初の人に言うがね本当そんな感じだよね。そうですね。そうだね。そうなんでまあ自分なんてって思わずに。そうそうそう、自分はできるって別に独り言でもいいんですよ、うん、心の中でもいいんで、うん、思った方が叶えやすいもんね。いいです。はいはいはい、でやらない方がいいこと、最後なんですけども、はい、過去にうまくいかなかったことにとらわれない、うん、はい、これもすごい大事ですね。だってなんかね、やっぱりなんか過去に、はい、例えばこういう夢があったとか願いがとかってなったりとか、うん、あとひどいことをされたとかってなったとして、うん、なったとする、はい、で過去のことをみんな記憶して、なんていうの、あの時こうだったから無理でしょうとかね、そこに引っ張られちゃってるんだよね。過去ってもうどうでもよくって、うん、今どうかだから、うん、そうだって夢を叶えるだから未来じゃん。そうですね、うん、過去とかってそこに本当引っ張られないようにしないと、うん、そこに引っ張られちゃうとまたさっきのね、あでもこれこうやったけどこうだよなとか。そうですね、前やった時ダメだったから、そうまたダメだよなってどっかで思っちゃうから、そうなのよ。結構それの話で言うと、例え話がなんか僕見たことあるんですけど、小僧、ちっちゃい象が鎖につながれていて、逃げようとしても逃げられない、それにつながれてるから、でもうずっと逃げられないんだってもう思い込んじゃって、うん、すごい大きい象に、大人の象になった時も、はい、もう小僧用のちっちゃい、うん、もうしょぼい鎖がついてる、はい、けどちっちゃい時の逃げられないっていう、うん、その気持ちがあるから、うん、もう大人で力も超強いのに、うん、もう挑戦をしない、もう取ろうっていう気にもならないっていうのがこう風刺画みたいな感じで見たことあるんですよ。別に行けば行けるんですよ、逃げようと思えば。小僧の時はダメだったんですよ、ちっちゃいから、力が弱いから。でも人も同じで日々成長してるじゃないですか、大人になって。はいはいはい、だからああそうだね、そうああでもそこだな、なんかそうだよね、人間とかも結局なんかちっちゃい時の記憶っていうのが原因で、いろんなことできない、挑戦できないっていう人いっぱいいる。いっぱいいますね。いるね。親からの言葉とかも。そこだよね、その時の小さい記憶。なんかこんな大人になったらさ、なんかそんなそこまであれなんだけど、その昔のなんか若い時とか小さい時の記憶が、結局今も引きずってとか、なんか自信ないとか叶えられないとかって象と同じだね。そうですね、本当そうだね。でも本当に食べ物とかもそうなんですけど、ちっちゃい時に食べれなかったものっていうのは食わず嫌いで、大人になっても昔食べれなかったからって言って食べない人結構多いんですけど、味覚全然変わってるんで美味しくなってるんですよ。確かに昔コーヒーとか飲めなかったじゃないですか。でもまあコーヒーとかね、みんな飲んだりすると思うんですけど、まあちょっと苦手なもの、ピーマンだったりなんかわかんないですけど、ピーマンとかね、人参とかね、そういうのもずっと逃げ続けてる人とかいるんですけど、大人になるとあれ美味しいなみたいなのとかも結構ありますよね。それと同じだと思うんですよ、全部昔の記憶をもとにではなくて。そうなのよ、本当そうなのよね。ね、またちょっとやってみようかなとか、食べてみようかなとかでやると全然違ったりするんで、本当にもったいないんで、過去の記憶にとらわれてやらないっていうのは。そう何でもそうだね。そう恋愛とかもそうなんですけども、恋愛とか一番多いかもね。多いですよね。多いね。まあ例えば男性にちょっと裏切られちゃったというか、とかまあ女性に裏切られちゃったっていうので、もう一括りに見てしまって、男性はこうだとかね。女性はこうだとかね。私とかあんまそう見ないけど、見なくない？あんまりそこなくない？なんか昔はありました。でも昔あった。本当。なんか女の人ってこういうなんだとかっていうのは昔はやっぱありましたね。そっか、そう。でもね、いろいろ見てるとね、今はね。違うからね。そうですね。そうでもみんな結構一括りで見ちゃうからね。そう、それをまあ改めると全然変わります。変わるのよ。視野も広がります。そう、まず視野が広がるからね。そう。なんでまあ過去とかそういう悪い記憶とかにとらわれないっていうことが大事っていう。はい。大事です。はい。って、やらない方がいいことが、執着しすぎない、はい、人を傷つける蹴落とすことをしない、はいはい、で自分を信じない、はい、過去にうまくいかなかったことにとらわれない、うん、はい、これはダメということで、そうですね、はい、これをやっちゃいけない、はい、わかりました、はい、うん、じゃあまあうん、ね、今やった方がいいこと、はい、やらない方がいいことっていうふうに話をしてきたんですけども、まあこの話を踏まえて、まああさこさんもね、まあ夢かなマスターなんで、夢かなマスターね、そうです、夢かなマスターです。皆さんがね結構聞きたいと思うことがあるんですよ。まあいろいろ言ってきたんですけど、結局一番何が効くんですかっていう、効果あるんですかって叶えるためには、それこそさっきもリオ君も言ってた、なんだろう、こうね、あれ、もう自分はこうだとか、もうやっぱ自分信じてるというか、なんていうかな、こう絶対叶うでしょって根拠ない自信ある時ってあるんだよね。はいはいはい。私が今までで一番本当なんかすごい最短で叶ったっていう時って、はい、本当なんかこう、なんかわかんないけど根拠とか別にないんだけど、うん、なんか叶うって思う。すごいですね。うん、その願いはどのぐらいで叶ったんですか？15分後。すごいですね。そう。だから私はよくそう。それは言ってた。私15分で叶えられるよっていつも言ってた。すごい。うん。そうだ。それ本当根拠ない。で今度その時も私って15分で叶えられるなって思ってるからだと思う。うん、例えばこれが例えばね、大きなことはちょっとあれよ。例えばなんていうの、なんだろう、こういきなりさポーンとお金がとか、あといきなりそう素敵なね男性がとかね、仕事がポーンとか15分でとかではないけど、なんていうのかな、こういうお店やりたいなとかって思った時があって、場所がここら辺でないかな、でもなんか私叶えられそうってなんか思う、なんかこう私15分で叶えられるんだよねってもうみんなに言ってて、はい、そしたら本当その後車でブーンって言ったら「え、何ここ、何この物件」即なんかその不動産に電話したら安く OK でとか、はい、あ、すごいですね、まあ、今すごいショートカットで言ったけど、はいうん、なんかたくさんなんかそういうのはある。でもそれもね、うん、夢叶えるあれですよね。そうなのよ。そうだからその思考が多分キュッてこう変わるんだと思う、その「あ、これ大丈夫、いける」とか「うん、これ私こうだ」とかって、まあこれ引き寄せもねあると思うんですよ。引き寄せの法則とそうですね、もうリンクしてますよね。そう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 、こういうの欲しいなとかっていう、そうですね、そう引き寄せね、そうそうそう、引き寄せられたってことですよね。そうですね、そうですね、それははいすごいですよね。でも15分ってそうなのよ、世界最短かもしれない。嘘、本当に結構ラグは本当に1日まあまあ何時間とかはかかるもんだと思っていたので、15分はもしかしたら世界最短かもしれない。私多分さ、そのタイムラグってあるっていうのがよく分かんなかったからだと思う。概念にまずタイムラグがないっていう、そうだからそれも良かったのかもしれない。確かに確かに、それね、そうだから口癖、まあ、そうなると本当口癖の話にもなるけど、そう口癖もなんか私っていつもすぐ叶えられて、それもうラッキーだしついてるしとか、もうすっごい早く叶えられるんだよねとかって。自分で言ってるからそうなるよね。一番最初の人に言うっていうやつと同じですよね。そうそうそう、もう叶えられる人なんだって、そう見てくれるじゃん皆さんね。だからってね全部を叶えられるわけではないけども、でもねすぐに叶えられるっていうわけではないけど、そうだったらねびっくりしちゃうよね。だって考えたことそのままになったらさ、もうね怖いんだよね。まあでも本当にそういうのをマスターしていったら、もしかしたらありえる話かもしれないですよ。そっか、立ってなんかこう考えたらシュンって。そう。なくはないですね。本当に。お金のこと考えたらポンとかね。そしたらすごいね。もうそれだったらもうすごい魔法だよ。いいですけどね。そんなことがすごいよね。魔法の世界だね。まあポンはなくても、まあなんかこういうジュエリーが欲しいんですけどとかって朝子さんに来るかもしれないですよね。そうだね。あ、そうそうそう。なんか今ちょっと2000万ぐらいあるんですけど、2000万円でっていうね、あるかもしれないですよね。そうだよね。楽しくなっちゃうね、それね。でもまあそうは言ってもなかなか朝子さんみたいな風に考えられる人って少ないと思うんですよ。なんでまあそういう思考になれるにはどうしたらいいですかね。そしたらですね、一番のいい方法は、何ですか？私なんかそういうのをたくさん教えてるんですね。思考の変え方。なかなか本当変えられないんで、そうネガティブにばっかり考えるし、私なんて叶えられないとかってみんなほとんどの人がやっぱりね、全員がそういう風じゃないんで、そういうのをなんていうのかな、教えてるんですね。レクチャーして講座っていう形にして、たくさんの人を今までも何年やってきた、20年くらい、スピリチュアルのこととかもそうだったし、そういう思考の、こうやったら叶えられるよみたいな講座を、何人、本当何百人とかっていう方に教えてきて、みんな変わったんで、みんな叶えられるようになったんで。そう、それはすごい自分でも、自信あるというか、困ったら私のとこ来てねって、結構それも言ってる。私がって、ね、それで助けられた人本当たくさんいると思うんですよ。そうですね。でね、今も朝子さんのファンというか、ね、教えてくださいっていう人もたくさん来てると思うんですけど、まあ思考なかなか変えられないよ、自分の力じゃどうしても無理だよっていう人たくさんいると思うので、そういう人は朝子さんのインスタグラムからでもDM でも何でもいいので、ぜひぜひ送ってください。今出てるこちらにですね、 DM いつでもお返事できますよね。そうですね、すぐ返しますので、ご相談でも何でもお待ちしております。お待ちしてます。はい、で、ですね、ゆめかなチャンネルなんですけども、こちらがですね、毎月第1、第3火曜日20時から放送しておりますので、まあ夢叶えたいよっていう人たくさんいると思うので、毎月見てください、ぜひ。夢叶えたい人ばっかりですよね。全員叶えたいですよね。絶対叶えたいよね。皆さんね。誰でもね、叶えたくない人なんていないですよね。次から次へと叶えたいよね、なんでもね。叶えられるんだったら何でも。でも本当に夢って絶対叶えられるんだよね。本当で思ったこと本当叶えられるんで、本当。そうで、まあ今日は結構サラサラっとまあ時間が限られてるので、こういう感じでお話ししてるんですけども、まあこのラジオなんですけども、YouTube にアップされるので、聞き逃したとかもう一回ここ聞きたいなとかっていうところがある方はぜひぜひ何回も見て習得していただければ、はい、なかなかねやっぱラジオなんででなかなかやっぱ聞き逃すこともありますし、ここのねラジオはYouTube にちゃんとアップされて、それねありがたくってずっと見れるっていうので、ずっと見れるからいいよね。そう本当に見てれば多分叶うと思いますよ。私もそう思います。私もそう思う。実践すればです。もちろんこれ、ね、行動をする、アクションを起こすっていうところに入ってくるんですけど、まあ別に全部じゃなくていいんですよ。一つでもこれちょっといいなやってみようかなみたいなのをから始めればいいと思います。はい。ちょっとワクワクすることやってみようかなっていう。ワクワクするだけでも全然違うよね。ワクワクだけで。もうなんだったらもうワク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 っていう言葉だけでもいいんで、それだけでも全然違う。そうね、本当ワクワクする。別に叶わなくてもいいからワクワクするっていうのでもいいんですよ。そうすると結構ね叶ってきたりとか、なんかいいことがあったりとかね、あれって気分が良くなるっていうのが一番いいことなので、一番だからね。そうぜひぜひ何度も聞いてみてください。2人のインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。はい。では皆様の夢が叶いますように。はい。またね。